フラワーデザイナーの佐藤俊介です。花問屋さんでお送りしております佐藤俊介のフラワースタイル、今回お届けするのはアジサイとクリスマスローズのブーケです。今回アーティフィシャルフラワーのアジサイ用意してみました。カラーにグラデーションがあって、一枚一枚カラーが違うような、本当にね、精巧にできているアーティフィシャルフラワーのアジサイです。普通アジサイを花束にしようとすると、この房の状態で入れますよね。そうするとどうしてもこう房の部分が大きくなってしまうんですけども、房ではなくて一枚一枚の額を取り外して、その額をこのアセビの枝にくっつけて、それを花びらに、花束に組み込んでいくという作業になります。ではアセビをさばいていきましょう。簡単なのは下の枝から分けていくと分かりやすいと思います。枝分かれするところで分けてみます。はい、今分かれたところをまた細かく分けていきます。で、枝ぶり見ていただいて、2本の枝ぶりがまっすぐで綺麗なので、こちらを残して他の枝はカットしてしまっていいと思います。下葉を取りまして、最終的にはこのような状態にしてみました。あと、このグリーンとして使うものと、もう一つもう枝にしてしまってアジサイをつけるパーツも作ります。まあ、基本は先ほどと同じように使いやすい葉っぱ枝を残していくんですけども、葉っぱもすべて、はい、取って枝だけの状態にしてしまいます。はい、アセビをさばき終わりました。すべて細かい枝にして、半分ぐらいは葉っぱがついているもの、そしてもう半分は枝だけにしてみました。この枝だけにしたものにアジサイをつけていきます。枝先を斜めに切るとアジサイが入りやすいので、アジサイを入れていきます。で、ここでポイントなんですけども、アジサイの芯の部分がついていて、これをかぶせるんですけども、かぶせる前にこの芯を取って、穴が開いたものを通しておきます。ブルーガンをつけて、キャップをかぶせます。そうすると中に1輪入っているので、1輪だけで寂しくなりませんよね。ここに通しておくというのがポイントです。はい、こちらが先ほど枝につけたアジサイです。すべての枝にアジサイをつけ終わりました。こんな感じでひらひらと、かわいいですね。普通のアジサイとちょっと違った趣になっていると思います。で、こちらとあとレモンリーフ、花束にするのに下の葉っぱ取ってきれいにしてあります。アセビ半分、葉っぱ付きのものを残しておいたと思います。あと造花のクリスマスローズなんですけども、これよく見ていただくと3輪ついてるんですけども、高さがそれぞれちょっと違いますね。なので一番短いのをカットしておきましょうか。はい、短いところをカットして、花の頭の高さがね、なんとなく揃うようにしてあります。で、こちらの種類のクリスマスローズも一緒です。3輪ついてるんですけども、それぞれちょっと高さ違うので、長い茎を切っておくと、こんな感じでね、2輪と1輪に分けておきます。今日生花のメインの飾りはカーネーションです。こちら国産のカーネーションなので、すごく新鮮ですね。パリパリとした香りもね、あります。新鮮なカーネーションって香りがあるので、ぜひ嗅いでみてください。はい、では花束にしていきましょう。まあ、まずカーネーション、生のカーネーション1輪最初に置いていきましょうか。短めの葉っぱをちょっと添えておきます。クリスマスローズ最初の方に入れておきましょうか。グリーンの代わりとしてクッションのような感じで入れちゃって大丈夫です。続いてちょっとカーネーションを入れて、この短いクリスマスローズのクッションになってますね、花のね。で、今回のポイントであるアジサイですね。こう蝶々みたいなヒラヒラしたものが可愛いので、メインの飾りよりも気持ち飛び出てるかなっていうぐらいの方が
ふわふわとして可愛くできると思います。でこのレモンリーフなんですけども、結構レモンリーフ最後にまとめて入れるやり方の方多いと思うんですけども、途中に入れ込んでもレモンリーフって可愛いので、途中にガンガン入れていってもいいと思います。このアジサイも可愛いですね。やっぱりポン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 、通常のアジサイだとやっぱり房のね大きな状態でしか入れられないですけども、アーティフィシャルフラワーだからこそこのように一輪一輪ふわふわという感じで花束を入れ込むことができます。ここはすごくねやっぱりアーティフィシャルフラワーのいいところだなと思います。はい、ちょっとこの前まで来ました。最初の一輪これですね、お分かりになりますでしょうか。最初の一輪からぐるっと円を描くように、円がだん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 大きくなっているような状態です。はい、だいぶね大きくなってきましたね。周りにレモンリーフを入れてあげて仕上げにしていきます。こういう端に入ってるお花を傷つけないようにレモンリーフでカバーしてあげます。また最後にねレモンリーフで囲ってあげると花束自体がすごく大きく見えるという利点もありますので、ぜひね最後にレモンリーフを入れてあげましょう。はい、こんな感じで最初の一輪こちらですね、これを円周状にくるっと増やしてきたという印象です。これで花束が完成しました。あとは麻紐で縛っていきます。はい、縛っていきます。自分のね手で持っているところで縛ってあげるのがポイントです。上になったり下になったりしないように持っているところで縛ります。はい、縛り終えたら最後の仕上げをします。ちょっとこう溜まってしまってるアジサイのところとかはちょっと適宜間引いてあげましょう。あとはちょっと葉っぱが飛び出しすぎてるなとかっていうところもカットしてあげると、よりね精緻な円に近づく綺麗な花束になります。花束完成です。